明治大学心理臨床センター長の伊藤です。明治大学では2021年1月に児童思春期の子どもたちを対象とした子どもの心クリニックを開院いたしました。このクリニックは地域医療への貢献と本学学生の臨床心理実習、さらには心理臨床と精神科医療の新しい連携のあり方の研究などを目的としたものです。本来であれば多くの方をお招きし、会員を記念したシンポジウム等を開催したいところですが、新型コロナウイルスの感染拡大により開催が難しいため、ウェブ配信による対談を企画いたしました。対談者は心理臨床センターの初代センター長であり、クリニック構想の発案者でもある廣中正義先生と、会員した子どもの心クリニックの院長の大和博之先生です。対談を通じて子どもの心クリニック会員に至る経緯とその目指す方向性、そして子どもの心の育ちに必要となる遊びの重要性について皆様にお伝えしたいと思います。今日は、心理臨床センターの初代、センター長だった廣中先生に、まずその、心理臨床センターの歴史を伺いつつ、まあ、これから新しいクリニックがどういうふうに、展開していくか、はい、ような、まあ、ちょっと壮大なお話になるかと思うんですけど、こいつ誰だみたいな話になるんですけど、一応僕も初代クリニック院長の大和です。で、先生、10年でお辞めになっちゃうじゃないですか。いや、13年。13年。はい、そう、失礼いたしました。それは、構想があらかたこう、なんでしょう、実現したというのを見届けて。いやー、完全にはできてなかったんですけどね。ただもう、私がいても、その実現に向かう兆しがちょっとなかった。うん、まあ、そういう意味では、二代目の高橋先生ですね。はい、その方たちの、働きというのが大きいんで、特にクリニックに関してはですね。ですから、私はもうあくまでも、それまでのベースを作るということなんですが、でも、私なりに、完全を目指したんです。最初にお考えになったその完全っていうのはどういうことなんですか？まあ、完全の中身っていうのはいろいろあるんですけどね。まあ、とにかく完全を目指したということが、この時系列的に言うと、まずそれが最初にあるんです。それで、いわゆる、大雑把に言えば心理士の養成ができる、大学院ということが頭にあったんですけれども、まあ、その当時はというか、それから今現在でも、そのベースは臨床心理士の、研修ということになると思うんですね。それで私、その臨床心理士ということで言うと、明治に来る前に、千葉大学でそれを、まあ、実践しておりましてね。そして、まあ、一応それなりのシステムを作ったんです。ですから私は、そういう意味では千葉大学で臨床心理士のシステムを作って、ただ、その臨床心理士の養成のシステムを作る以前にもうすでに、つまり臨床心理士がまだ生まれる前にもうすでに、大雑把に言うと心理士というものが、こう、どんどんできておりましたので、だからそれに最初携わっている中で臨床心理士が現れたんですね。はいはい、それでそこでもう臨床心理士の養成ができる大学院をちゃんと作らなきゃいけない。まあですから、何もないところから作ったのではなくて、その前からあったものにこうちゃんと形を作ったわけなんですが、ただ、残念ながらその当時はまだ臨床心理士ということに対する、世間のこう理解とか、それから大学とか行政の理解というのはまだ極めて不十分でしたので、それから千葉大学というのは何よりも私は教育学部、その家の教育系大学に行ったんです。
ですが、教員養成ということが、一番メインな目標になるんですね。ですから、その中で臨床心理士というのは、やっぱりどこかこう無理があって、ですから、私としては、最初に作ったシステムなんだけれども、そして結構うまくできたとは思っているんですが、しかし、必ずしもこう完全ではないところがいっぱいあったんですよ。ですから、それで、私、明治に来ることになって、まあ、明治では、もう最初から、今は大学院がないけれども、もう臨床心理士を養成できる大学院を作るんだと。で、それの、こう、ベースになる学部を作るんだということで、まあ、私、こちらに赴任したので、ですから、最初から、まあ、大学院をどう作るかということは頭にありました。うん、そして、今度作るんだったら、完全なものを作りたい。うん、というふうに思ったんですよ。逆に言うと、それまで足りなかったものってのは何ですか？その、まあ、明治大学に先生がいらっしゃる前に、いろんな大学で同じようなことを考えたかもしれないけど、現場で足りなかったものっていうのは。そうですね。それがまさに中身なんですけどね。うん、まあ、中身の中で一番大切なことは、専任の相談員を用意することですね。うん、で、こう、他の大学でも、いろいろ、こう、嘱託とか、そういうアルバイト的な形で、こう、人を集めることはできるんだけれども、だけど、専任をちゃんと設けるというのは、これはなかなか難しい。で、それが明治大学ではできたんですね。ですから、これは、やっぱり必要なことだろうというふうに思います。それからもう一つ、これは、私勝手に千葉大方式って呼んでるんですけれども、千葉大ではできていて、なかなか他の大学ではできていなかったというのが一つありますね。それは、実習先を、精神科の病院にして、そしてそこに一時的に、実習に出るのではなくて、長期的に出る。これは、ぜひ、実現した。で、これは、このことは、私が言う、千葉大方式で、実際千葉大ではそれをやっていたんです。で、ところがですね、これは、じゃあ明治でそれを実現するか、実現できたかというと、これが、実はなかなか難しいところでありましたね。で、これはもう、M1 の比較的早い時期から入って、M2 の終わりまで。ですから、まあ2年間とは言わないけれども、1年半を超えるぐらいの時間、行ってたんですよ。それで、これは、おそらく、なんていうか、第三者的に考えればというか、非常に危険なことで、いつ何が起こるかわからない。まあ、実際時には、こいつ大丈夫かなというような、陰性もいないことはなかったんですよね。で、だけれども、なぜか、私は、千葉大で15年行ったんですが、そして、まあ、実は私の前任者が5年間そういうシステムでやってたんです。ですから、私がやった15年と、その前の先生がやられていた5年を合わせると、20年間、その陰性がずっと行ってたんです。だけど、その間で事故は一度も起きてないんです。はい、これはですね、単にシステムが作られるという、要するに実習先があるというだけじゃなくて、その実習をお願いする大学側と、それから向こうで引き受けてくださるドクターとか、そこの機関の人たちとの、何とも言えない一つの人間関係というか、信頼関係があれば、多分とんでもないことは起きないという。これちょっと、もしかすると、楽天的かもわかりませんが、でも、もし、いくらなんかこう、チェック機構が、機能が働いてもですね、実はそういう信頼関係がないところで、とにかく来た人を、じゃあ、形だけ引き受けるよ、というところに比べると、全くその様子が違うだろうと思います。ですから、これは、私、千葉大の時の15年でですね、本当にこう、もう、心に染みてそのことを感じておりましたので、これをなんとか
明治にも移したい、はい、一番肝心なところというのは何かというとクライアントに会うということなんですね、はい、ですから先ほどちょっと言い忘れましたけれども千葉でやっていた時にはその2年弱の時間定期的に通ってということになるとその病院側もですね、こう患者さんを患者さんと会うことを許可してくれるんです、うんうん、で中にはあちょうどいいその子供と会う人を探してたんだけども、はい、という感じでこう引き受けてくれるところもありますし、まあ中には今年はなんで一人しか来ないのとか言って文句を言われるとかですね、ですからそういうことを考えますと、まあ完全なものを作りたいと、である部分はその実現できたんだけれども、病院実習ということからすると、うん、実は明治ではなかなかそれが 100% はできない。それで、実は時系列的に言うとですね、その次がありましたね。これがクリニックのこととも繋がっていくんですよ、はい。で、まあ、一応その、システムを作ったり、場所を作った。まあ、これで、まあまあ、他の大学と比べて、もう十分、こう、明治はちゃんとやってるというふうに言えるようなものを作ったというふうに思いました。で、ただですね、これは、おそらく贅沢だと言われるんでしょうけどね、その、専任の相談員を入れたんです。それで、もう、ですから、センターは、専任の相談員を中心に、こう、ちゃんと機能したんです。で、ところが、それを、その動きを見ているとですね、あまりにも忙しすぎる。はい。もう大変なんですよ、そうですね。それで、その次に考えたことですね。はい。どうも、一人ではダメだ。はい。一人ということと、二人っていうのはもう、ものすごい違いなんですね。もう、人間だって、一人暮らしと二人暮らしと全然違う。まあ三人以上になれば、まあ三人でも四人でも同じようなことだと思いますが、一人か二人以上かっていうのはもう徹底的に違いますよね。それで、なんとかこの専任の相談員をもう一人増やしたいと思った。それで、毎年、まあセンターなセンターで何か要求することがあるか。で、来年度のこう、予算で、してほしいことあるか。で、しかしそれを要求するためには、ちゃんとこう、それなりの理由を説明しなければいけない。で、もう、学長とかですね、教務理事とかを、もうそうそうたる人たちが、こう、並んでいるところへ行って、ヒアリングを受けるんですね。で、それをこう、前に行って、いや、こうやって実績が上がってますと、もうこのままでは、もうパンクしてしまいますと、なんとか人を増やしてほしいということを、こう、毎年訴えるんですが、全然聞いてもらえないんですよ。さて、それで、蹴られるときはですね、もうちょっとなんかみんなが、こんなことをやるのかということをやってみろよ。で、今のただ、ちょっと、こう、ケースが増えましたとか、そんなんで話にならんという言い方で蹴られるんです。要するに、全然こう、今までないことをしなければダメ。ないことをするっていうと、まあ考えられるのは、なんか、頻繁にセミナーを開くとかですね、うん、講演会を開くとか、そういうふうにやれば今までと違うかもわかりませんが、それはただ我々の負担が増えるばっかりで、あんまりこう、センターの発展にはつながらないんです。いや、明治大学には医学部もありませんが、しかし、このセンターがですね、そういうクリニックを持ったらどうですか？で、まあ、簡単に言えばその話を言ったんです。で、もちろんそう簡単ではないかもしれないけれども、こう、クリニックにもう専任で、こう、ドクターに来てもらって。で、そうするともういろんな意味で、多分、今までと違いますよ。で、もちろんそうやってこう、新しい機構を作れば、今の機構とは全然違うわけだから、当然専任は一人増えるだろうというふうに思いましたし、ね。それから、精神科の方に、専任で入ってもらうということは、これは、やっぱり、心理のそういう大学院とか学部があるときは、いつかは必要だろうというふうに思っておりましたので、うん、そして、
あの、まあ、今年実現、ね、そうですね。そういうふうなことなんです。流れが。はい。でこの立派なこの、あの、フレールームを見て思うんですが、はい、まあ、子供のっていうことには、最初から、あの、そういう狙いがあった。まあ、その私の経験の中で、その、一つはですね、大学院の人たちに人種を学んでもらうのは、やっぱり、あの、子供と触れ合うことから始めた方が、一番自然になるというふうに思ったんですね。はい、それから、あの、私自身の経験で、子供のことを知っていて大人に会うことは、まあ、なんとかできない。でも、大人しか知らない人が子供に会おうとすると、ものすごくやりにくいという、そういうことを周りの人を見ているとですね、はい、ありまして、まあ、あの、別にこう、どちら先でもいいという人もあるかもわかりませんが、私の考えでは、その、そういう新日を要請するのであれば、やっぱり子供からスタートすべきだというふうに思っておりまして、まあ、ですから、あの、そういう意味では必ず、プレイルームを作ろうということから始まりました。はい、僕も、まあ、たまたま、まあ、お話しさせていただければ、たまたまは、あの、大学を出てすぐに思春期なんですね、うん。中高生ぐらいの不登校を中心に見ていて、はいはい、大学を4年で離れてからは子供の病院に行ったんですから、うん、そこで、うん、それこそ幼児から、うん、あの、まあ、中学生卒業、うん、まあ、高校生ぐらいまでですね。はいはい、だから、あの、そこで、繋がったと言いますか。うんうん、で、そこからは、あの、町のクリニックに雇ってもらって、大人も見るように。なりましたんで、まあ、先生の今お話からだと、割とこう自然な流れ、あの、まあ、現場で、勉強してきて、それは確かにおっしゃる通りだなと思うんですよね。まあ、単に年齢が最初に、仕事に就いた時に年齢が近いっていうことだけじゃなくて、やっぱりその、まあ、特にこの最近の昨今のその発達重視の、印象から言いますと、やっぱり子供の育ちっていうのを見て、うん、その先に大人があるわけですから。ね、はいはい、だから、まあ、若い諸君はやっぱりそういうことをまず経験させてあげるというか、うんうん、それがまあ、教育の観点からも必要なことだと思うんですよね。うん、